はい、あれです。1月4日のダイナランドの積雪をご紹介します。と言っても、まあ、雪いいんだろうなっていうのはわかると思いますが、あれがね、ダイナランドのセンターハウスと駐車場。あれが、ダイナランドのセンターハウスと駐車場ですね。ホワイトピアは間違いだけ、昼間の。さあ、そんなことはどうでもいいということで、今日は晴れと曇りと雪です。今日雪生えてます。行きます。行きますね。こんな感じ。なんつうの？どこまででも掘れる。こういうふうに。いい雪が固まったって感じ。こういうふうに。だね、なんちゅうの、パウダーとまではいかないけど、パウダー気味だった雪が、160センチ積もって、もうスキーが踏み固めたっていう、そういう雪ですね。だって、まだ雨一回も降ってないでしょ？今シーズン。違ったっけ？なので、すごいいい雪ですよ。で、一週間後だったっけな、雨降るんで、それからはもうケツパッといるし、硬い雪になりますね。はい、ということで、高須ダイナー専門チャンネルでした。じゃあね、バイチル。ここはね、上中 B ですね。あれが上中回転バーンですね。バイチル。